皆さんこんにちは、クレポンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はこちら、このアップルウォッチにポイントカードを入れてみて、支払いの時とかにそのポイントカードちゃんと読み込むかっていうのを試しにやってみようと思います。前回の動画でこちらなんですけど、 PayPay をアップルウォッチでちょっと使った時にポイントカードの部分をちょっとスルーをしてしまっていたんですね。そしたら撮影してた同僚にポイントカード使わないのもったいないよって言われてたんです。結構この動画を見た方、ポイントカード使ってないからもったいないなって思われた方も多いんじゃないかなと思います。なので実際その後 iPhone の中にですね、ポイントカードの一覧みたいなの作ってやってたんですけど、実際その Apple Watch だけでお会計を済ませたい時、ささっと済ませたい時とかに iPhone 取り出すのがちょっとやっぱ面倒でですね、ポイントカード出さないっていうことも未だにあるんです。なので今回の動画でこの Apple Watch にポイントカードを入れて、もう実際にお店で使ってるところっていうのをお見せしていきます。では今回の動画の流れはこんな感じ。そのアップルウォッチにポイントカードを入れてみるっていうのを、 D ポイントのカードとポンタのカード2つでちょっと試してみます。であとはちょっと実際にお店に行ってピッとかざしてみます。であとは iPhone のポイントカードをこうやって出すのと、そのアップルウォッチでピッとやるのと、どっちが楽なのと思って、でそれも自分なりにちょっと比較してみようかなと思います。で最後に実際にちょっと使ってみて私が感じたことっていうのをお伝えしていこうかなと思います。では早速行ってみましょう。アップルウォッチにポイントカードを入れていこうと思います。今回ポイントカードを登録するの、まず D ポイントカードからちょっと登録していこうかなと思います。はい、アップルウォッチで D ポイントカードを使うにはこの D ポイントクラブのアプリから進めていきます。でこれをインストールして、これですね、 D ポイントのアプリ、こちらにログインをしてください。これなので D アカウントがいりますので、 D アカウントがない方に関してはそれも登録をしていただく必要があります。ポイントが使える状態になったら Apple Wallet に追加っていうのをメニューから選んでいくんですけど、そのやり方を今日は説明していきます。このアプリのメニューのところから設定を開きます。でこの設定の中に Apple Wallet に D ポイントを設定っていうのがあるので、それを一回押します。そうすると Apple Wallet でも D ポイントっていうのが出てくる、この画面が出てくるので、ここの下にですね、これ認証して Apple Wallet に D ポイントカードを設定っていうのがあるので、これをタッチします。そうするとログインの画面が出てくる、これが D アカウントのログインですねが出てくるので、ここでログインをしていきます。でログインをするとこの画面が出てきます。で真ん中に Apple Wallet に追加のボタンがあるので、それをタッチ、そうすると画面が切り替わってポインコがいる D ポイントのカードが出てきます。右上の次へを押します。でこちら自動で選択、このカードが自動で選択されますっていうのが出てくるんですけど、はもう基本的にもうそのカードをメインで使うってなったら、この自動で選択を選んで完了します。そうすると Apple Wallet に D ポイントカードが追加されましたで出てくるので、ちょっとウォレットを開いてみます。そうするともう自動でここですね、ウォレットの中にしっかりと D ポイントカード入っています。これでもう使えるようになってます。で一応 Apple Watch でも見てみますね。こういう感じで Apple Watch も自動で D ポイントカードが追加されました。なので使うときはここのサイドボタンを2回カチカチっと押して、この D ポイントカードを選んで利用するっていう感じです。でこれちょっと注意点なんですけどね、 Apple Watch で D ポイントカードとか使うとき、 Apple Pay で使うときはレジでとかでですね、 Apple Pay で
っていうのを口頭で伝える必要があるみたいなので、それだけご注意ください。これで D ポイントカードは入りました。続いてポンタカードを Apple Watch に入れていきます。でポンタカードも先ほどの D ポイントカードと同じ感じです。このポンタのアプリをまずダウンロードします、インストールしますね。でこんな感じでインストールができたら開きます。はい、開きました。で一応このポンタカードも今まで持っている方、今までポンタカード使ってた方はそのまま今までのログインナンバーとかでいけるんですけど、その初めて作る方は新規に登録をしてください。私は初めてポンタカード今回作ったので新規登録をしてこの画面になりました。アップルウォレットに追加をしていこうと思うんですけど、ここのカードっていうところを1回押します。そしたらここにですねアップルウォレットに追加っていうのが出ているんで、これをタッチ、そうするとこのポンタのカードが出てくるので、右上次へを押します。でこれも自動で選択っていうのをチェック入れた状態で完了。これだけですね。ほらポンタがこうちらっと覗いてますね。でこういう感じでポンタカード使うときはこれを Apple Pay でっていう風にレジの方に伝えて使っていくような感じですね。じゃあちょっと Apple Watch にも入ってるかどうか確認してみます。こうカチカチっと押して入ってます。ポンタカード使うときはこれをかざすっていう感じです。では今回 Apple Watch、Apple Wallet に追加両方ともできました。では実際にちょっとこれ使ってみないとね、わかんないんで使ってみましょう。 Apple Pay でお願いします。はい、はい、何にしようかな。これがいいね、うん、するわ。じゃあこの2つを1個1個でちょっとセルフレジにしていきます。今の選ぶです。ご利用の電子マネーをタッチしてロールケーキ、ロールケーキ、はい、美味しいやつ買います。はい、ご利用の電子マネーは手に入れてください。まず商品スキャン。はい、電子マネーを入れてください。
あ実際にこの Apple Watch でポイントカードを使ってみましたがいかがでしたか？で実際に使ってみて感じたこと、なんか結局ポイントカードって Apple Watch でかざすよりか iPhone でかざした方が楽だし何より安心だなって思っちゃいました。今回初めて Apple Watch でポイントカードを使ったのでちょっと不安な部分っていうのも出ていたからかもしれないんですけど、 Apple Pay でって店員さんに言っても なかなかうまくいかずに時間が逆にかかってしまうっていうこともあるみたいです。みんなやっぱり iPhone の、 あのバーコードを出す方が多いからでしょうね。けどやっぱりメリットもあって、でセルフレジとかで本当に Apple Watch だけでささっとお買い物したいときは iPhone 出さなくていいから楽です。で朝の忙しいときにささっと Apple Watch だけでポイントが貯めれるっていうのは嬉しいですね。あの私すごくローソンに通っているのでこれに慣れればすごく快適になりそうです。今後この Apple Watch でもポイントカードをあの PayPay みたいな感じで、バーコードの表示っていうのにポイントカードもなっていけば、あ、今ポイントカード読み込まれてるっていうのが分かるので不安にならないんじゃないかなと思いました。店員さんもきっとカード、ポイントカードのバーコード表示がされてピッてした方がね安心でしょうねきっと。はい、では今回の動画が参考になったという方はグッドボタンよろしくお願いします。このチャンネルではアップル大好き女子がアップルの気になる最新情報であったりそれにまつわるアクセサリーのレビュー動画などを配信しています。チャンネル登録がまだという方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。